どうもこんにちは、モノグラフの堀内です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、 Mac ユーザーの方、全 Mac ユーザーに朗報です。 Mac のマウスやトラックパッド、これをさらに快適に使える神のアプリを見つけました。これ今日ね、Twitter で流れてきた情報なんですけれども、このアプリをね入れて使ってるんですけど、もうねたったこの数時間、5、6時間でもう元にね戻れないぐらい便利だなと感じるアプリです。本当にシェアしてくれた方ありがとうございます。使ってみると、なんでこの機能今までなかったんだろうと思うぐらいですね、革命的に便利なアプリです。僕のチャンネルはね、Mac ユーザーの方非常に多いと思いますので、こちらね僕の動画でも紹介しておきます。ちょっとね入れ方とかコツがあったりするので、ぜひね参考にしてみてください。では今回、紹介していくアプリなんですけれども、こちらですね、オートレイズというね名前のアプリです。この風船のねふわふわっと浮いてるアイコンなんですけれども、これでどんなことができるかをねまずお見せします。皆さんね、こうやって画面ね開いてみて、こう思ったことありませんか？こんな感じで今ね、ウィンドウが2つ、このね、ファイナルカットと、こちらメモですね。メモのアプリ、こんな感じで開いてると思うんですけれども、これね、今 Mac の仕様どうなってるかというと、こちらのメモのアプリから、こちらのですね、このファイナルカットですね、こちらの方に移るときに、こんな感じでカーソルを移動して、で、この状態だと、このね、ファイナルカットを選択していないんですね。なんでこれいじることができなくて、一回このファイナルカットのウィンドウをこうやってポチッと押してあげると、このファイナルカットがアクティブになって、こんな感じで使うことができるってものになってます。その逆もそうなんですけども、このねファイナルカットからこのメモをね操作したいなっていう時は、一回ねこちらのメモをクリックしておかないと、こうやってねアクティブにならないんですね。でこれね、まあ言われてみれば当たり前なんですけれども、本来だったらこんな感じでマウスを移動した時に、こちらアクティブになってほしいじゃないですか。一回こうね押すのめんどくさかったりすると思うんですけれども、それを、実現してくれるのがこのオートレイズです。今ねインストールしてあるので、これをオンにしてあげると、はい、どうなるかというと、こうです。このメモにカーソルを合わせた瞬間にもうね、これがアクティブになって文字を打ち始めることができる。でもう一回ねこちらのファイナルカット戻りたい時にも、これでマウスをね上に置いただけでこちらがアクティブになるっていうものになってます。まあ、めちゃめちゃシンプルな話なんですけども、これめっちゃいいですよね。今まではこれね、こんな感じで、このクリックをねして動かす必要があったんですけれども、そのクリックなしでこんな感じでね直感的に、操作したいところが上にね浮いてくるっていうアプリになってます。いやーこれ地味だけどめっちゃいいね。じゃあそんなね、オートレイズなんですけれども、インストールの方法がねちょっとだけややこしかったりするので、説明しておくと、これですね GitHub というね、こちらサイトになっております。でここで、個人の開発者とかが開発したアプリをね、公開しているものなんですけれども、この GitHub 上からね入れるとちょっとねめんどくさかったりするので、ここですね、このクイックスタートっていう項目があって、ここからですねダウンロードねすぐすることができます。このダウンロードザディスクイメージっていうねリンクがあるので、ここをね押して、でこの右側のですねこのダウンロードのねマーク、こちらを押してあげると、こんな感じでソフトをねダウンロードすることができます。でダブルクリックでね開いていくと、このオートレイズのアプリが出てくるので、これをねファインダーのアプリケーションの方に移してあげると、すぐね使えるようになりますってものですね。一応これ設定によっては開けないことあるので、その場合はですねプライバシーとセキュリティですね、こちらの項目からですね、もし、開けないねアプリが出た時はね、ここにね開けますっていう項目が出てくるので、そこからね許可をしてあげてください。そうするとこのオートレイズが使えるようになります。でこのオートレイズ起動するとこんな感じで上のメニューバーにですねこの風船のマークがね出てきまして、この、ね、風船に色がついている状態がこのオートレイズ使える状態ですね。で、これね切ってあげると元通りのね使い勝手に戻ります。で
こちらね、左クリックでこのオンオフが切り替えることができて、右クリックでこのプリファレンスが、ね、開きます。でそうするとそこから、ね、設定をすることができるんですけれども、主な、ね、設定の項目はここですね。この上の2つの、ね、バーになってまして、1つが、こちらね、ウィンドウがね、浮き上がってくる、時間をね、ちょっと遅らせられるっていうものですね。まあ、これね、最大にしてあげるとちょっとわかりやすいかなとも思うんですけれども、こんな感じでね、マウスを上に乗せた時に、若干ね、遅れて浮き上がってくるようになりますよっていう設定ですね。あとはいえね、そんなにすごくね、遅くなるわけでもないので、まあ、基本的には、まあ、ゼロでね、いいんじゃないかなと思います。まあ、サクサクね、動かせた方が気持ちいいとも思いますので。で、その下にですね、ウィンドウのフォーカスっていうものがありまして、これもね、タイムラグ設定することができるんですけども、まあ、このレイズとフォーカス何が違うかというと、まあ、このですね、レイズを切ってあげるとわかりやすいですね。今ね、このレイズをせずにですね、このアクティブだけ切り替わるよっていう設定にしたんですけれども、こうするとさっきみたいに、このね、ウィンドウが上に浮いてくることはね、なくなります。この前後の関係というのは変えずにですね、このフォーカス、このどちらのアプリを起動するかっていうところだけを、こうやってね、選ぶことができるんですね。なので、このウィンドウの、この前後も切り替えたいときは、このね、レイズをね、オンにしてあげて、それをね、なくしたいときは、こちらをね、切ってあげると、こんな感じでね、使うことができますね。でもしね、このアプリ使ってみて気に入ったら、この Enable on Launch っていうですね、この Mac の起動と一緒に、このオートレイズもね、起動するっていう設定をしておけば、基本的にはね、この設定がね、デフォルトで、いつもね、適用されるようになります。いや、本当にね、この機能めっちゃ便利というか、まあ、そもそもね、最初から、OS の機能としてね、これ、組み込んでくれてもいいぐらいのものですよね。将来的なアップデート、今後のね、MacOS のアップデートの時は、これがね、選べるようになったらいいなと思いました。まあ、こんな感じで今回ね、オートレイズというね、アプリ見つけたので紹介してみたんですけども、まあ、めっちゃシンプルだと思います。ですけど、このシンプルがゆえにですね、やっぱり効果絶大というか、こういうね、ユーティリティ系のアプリって、やっぱりね、動作一つ一つにね、これ恩恵を感じられるので、本当にそれがね、何回もこう積み上がってくると、全然ね、大きな時間とか手間の差になるんですよね。なのでこういう渋いけど実は便利みたいなアプリめっちゃ好きなんですよ。で今回ねこれを見つけることができて本当に嬉しいですね。まだ本当にこう1日目なんですけど、もうない状態戻れないんじゃないかなっていうぐらい快適にね使えてます。まあこういうねアプリって普通はねこう慣れが必要なんですけど、こう使いこなすまでに時間がねかかるものなんですけれども、これに関しては最初からね全く違和感なくね使えますからね。ちょっとだけねインストールだけ難しい印象があるかもしれないんですけども、実際にやってみたらねすぐ終わりますし、ぜひですね皆さんも一応体験してみたいなと思うので紹介してみました。もしね便利そうだなと感じたらねダウンロードしてみてください。まあ、こんな形ですかね今日は。もしねこの情報が役に立ったよっていう方は、ぜひポチッとチャンネル登録をしていただけると非常に励みになります。はい、他にもねこういった Mac の情報とかガジェットの話よくしておりますので、またね見に来てもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのこっちでした。バイバーイ。